か実際そのトレーニングに出会ったきっかけとか競技をやろうと思ったきっかけとかって何ですか？はいはいはい、トレーニングをやろうと思ったきっかけは小学校3年生から野球をやってきてて、はいはいはい、でトレーニングと出会ったというかは、まあ、高校生高校野球でトレーニングとかは、まあ、ちょくちょくしだしたんですけど、ベンチプレスとかオーソドックスな道具がある程度 で知識ももちろんないですし、で高校3年生の時も僕体重も65キロがマックスとかで、はいはい、70キロしか上がんなかったですし、で高校卒業してからこういろんな趣味ができて、サーフィンしたりとか、はいはい、スノボをしたりとか、であと野球もしてたし、そのままでボルダリングしたりとか、はい、でその趣味を僕は最高に楽しみたいなと思って自重トレーニングをめっちゃ頑張ってたんですよ。トレーニングを始める前に自重トレーニングが存在したんですね。そうそう、高校終わってそっからはもうトレーニングにも僕、まあ、多分初心者の人とかは結構よくあると思うんですけど、お金をかけたくないっていうのが、あ、なるほど、正直なチャンピオンもそうやったって感じ。そう、当時すごい今それをね拒んでる人たちももしかするといると思うんで、でお金をかけたくないっていうので、僕まあ出身が滋賀県の方なんで、みんなでこう琵琶湖に集合したりして、琵琶湖でこうウルトラ手伏せしたりとか、みんなで集まってスケボーをしたりとか、でそこで逆立ち僕はしてたりとかしてて、自重をこうすごい磨いてたんですね。でそれで自重トレーニングを本当に極めてて、でもこうある時こうもうウルタテ伏せとか回数がもう200回とか、なんかもうで逆立ちでももう50メートル以上歩けるようになったりとかして、限界を感じたというか、自重トレーニングもう回数増えるだけで時間もかかってしゃあないなってなって、はい、まあ、それが27歳ぐらいの時かな。でまあその2年前ぐらいか、25ぐらいから安い市民体育館の1回100円とかの、はいはい、ジムに行ってて、でそれでも僕は腹筋とか足トレが当時ずっと嫌いだったんで、ベンチプレスばっかりも本当にやり込んでて、なんで25歳から27歳ぐらいまではもうひたすらベンチプレスばっかりをやってて、当時で125キロを頑張って上げたんですけどこれだからジム入会前の話、入会前の話です、はい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 、もうそれこそだから売り立て伏せのたわものっすよね。分からんけど200回売り立てできるから125まで上げれるのは実はついてる、そう、実はついてる、まあ、あとはそのフォームとかもちろん正しいフォームとかね、はい、ありますけど、225上がったっていうのもありますけど、あとはその今のジムっていうのが本当に恵まれてるなっていうのを当時その100円の市民体育館のジムに入ってて思い出すと思えて、そのグリップが滑らなかったりとかね、こうちゃんとこうイボイボのがあってとか、はいはいはい、市民体育館のってもう本当にもうボロボロだから超ぶつけなあかんぐらいのあれですよね。そうそう、本当にもうツルッツルでベンチプレスやっててもこう手幅こう狭めでやっててもどん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 こう広がっていくようなそれぐらいこう滑っていくような感じやし、そうそう、でプレートもだから本当にもういろんな色というかメーカーも全部違ったりとか、で止めるそのカラーっていうかもうもちろんなし、でこの安全バーも全くなし、本当にもう昔ながらの潰れたら終わり、で今みたいにあのマットもあんなに柔らかくないし、硬い分ほんまに背中にこう線がいったりとか重たいの扱うとね、で道具ももちろん全然ないですし限られてて、でケーブルも一応あるんですけど、ロープも本当にそこら辺で買ってきたようなロープというかでケーブルしたりとかで、重さも足りないんで昔にあったようなプレートをこう金具でカチャッてこうつけて無理やりでこうケーブルしたりとか、はいはい、やっぱりそこでこうトレーニングをある環境で独自でこうやるというか、はいはい、そういう工夫するっていうのをその当時の100円の安いジムで学べたのかなと思って、それがだからこう今の僕の癖の強いトレーニングにも結びついてるんかなと思うんで、まあ、そういう時代があったっていうのもまあいい勉強になったのかなと。それはでもあれですもんね、言ってしまえばジムに入会して競技を始めた意識をする以前の話ですね。そうです、以前の話なんで、はいはいはい、そこから28歳かの12月に市民体育館のジムで知り合った先輩にちゃんとしたジムに入ろうって言われて初めてジムに入って、そこからこう全身トレーニングをするようになったっていう感じですね。物語の始まりというか。その1回目の大会っていつでしたけど、僕28歳の次の年の8月、だから29歳、2019年なんですけど、ジムに入会した半年ちょっと後にはもう大会に出る。そうそうその時どの大会に出て結果どうでした？その時は初めて8月かの関西オープンっていう大会に出て176以下でたまたま優勝できて、12月に入会して翌年の8月に1年もかからずに結果出したっていうのだけ聞いてたんで、
何この天才って正直思いました。実はその次の年に出ようと思ったんですよ。1年そのトレーニングしっかりして出ようと思ったんですけど、はい、ちゃんとしたジムの方で大会に出たことある人がいてて、その方が出れる大会にすぐ出た方がいいよって言ってくれて、それ勝っても負けても良かったって思えるからって言ってくださって、でその時僕はもう全然そんな人前でステージで脱いだりとか、そんな恥ずかしいし全然かっこよくないやんって本当に思ってるぐらいだったけど、市民体育館の100円のジムで知り合った先輩にやっぱしっかり教えてもらってたん でその人のためにもこう恩返しじゃないですけど大会に出て、でちょっとでも結果残せたらなと思うような気持ちで出たみたいな感じです。なるほど、それがきっかけなんですね。そう、それが大会のジムに出たきっかけ。その師匠も競技はやってたんですか？その師匠は大会には出たことないかな。でもトレーニングはとにかく大好きで、はいはいはい、本当にもう詳しいというか、この体見たら出たら勝てるやん。いやいや、まあ、当時のね、当時のやっぱ目で見極めるっていうのはなかなかね、はい、だからその時に大会出たことある先輩は、いや出たら表彰台狙えると思うよって言ってくれた僕が今こうこんだけポンポンこう上がっちゃって、はい、あの時言っといてよかったって。そうそう、その人がいなかったらこのチャンピオンは生まれてないわけですよね。そうそうそう、1年遅れてたかもしれないんで出てよかったなって。本当にトレーニングを普通に好きやった延長線上に競技が現れたって感じなんですね。そうそう、それまではだから本当に趣味を最高に楽しみたい、パフォーマンスを上げたいからの一環でトレーニングしてただけ。実際そのまあこうやってボンボンボンと結果も出てきて、まあ日本チャンピオン2連覇、階級3連覇してる中で、はい、今後どうしていきたいっていう展望っていうのはあるんですか？今後まあこのままメンズフィジークにまあ居続けたいなとは思うんですけど、そうはいかないんで、今は世界へのリベンジっていうのがやっぱり一番自分の中でも大きな挑戦なのかなって思いますし、まあ、今後の展望としては、まあ、ずっとメンズフィジークにいててもあの人全然体の大きさ変わらんやんって思われるのがやっぱりね、見てる方もねやっぱ刺激にならないと思うんで、まあ、いずれはカテゴリー変更っていうのも、なるほど、まあ、ありえるのかなとは思うんで、クラシックフィジークやボディービルに出る時代がそのうち来るかもしれないという。そう、来るかもしれないんで。なるほど、はい、楽しみにしておいてください。僕が見てる感じ、もう上半身は今すぐ出ても全然クラシックとかもいけるんじゃないかなって思うんですよ。いやいや、やっぱね、やっぱゴミ原玲くんとかやっぱこうトップ選手見てるとやっぱりまたなんか違ったかっこよさがね、はい、やっぱあるんで、やっぱその各カテゴリーのやっぱかっこよさってやっぱみんな違うというか、オーラというかね、やっぱみんなこう違う花があるというか、はい、そのカテゴリーの選手がメンズフィジークに出て勝てるかっていうのは勝てない、ね、そうそうそう、またなんか違うオーラになっちゃうのかなっていうのもあるし、うん、トレーニングの組み方もだからカテゴリーによって変わってきますね。うん、そうですね、全然やっぱり違うっていうか。じゃあ今後は、はい、世界をリベンジしつつ、うん、リベンジできたらなんですか？世界のリベンジはもちろんもうしたいし、もうするつもりで、はいはいはい、そのつもりで今もトレーニング進めてるんで、うん、買ってほしいけど、買ったらフィジークじゃなくなるんだ。いやいやいや、気持ちを入れながら見ることになるから、なんか若干の応援すべきかっていうこの葛藤がありそうですね、僕の中で。確かにね。まあでもその前にね、日本での連覇の新記録っていうのが、ね、はい、今年はかかってるんで。いや、ここからは B レジェンドについてのちょっと質問をさせていただきたいと思います。はい、まずはですね、 B レジェンドをスポンサーに選んでくださった理由、はい、お願いいたします。はい、僕が B レジェンドを選んでいる理由は、まあ、一番安心感という形で、まあ、JBBF はナチュラルっていうアンチドーピングっていう団体で、この B レジェンドさんはインフォームドチョイスという認証を取得しているので、僕らも JBBF のナチュラルの選手も安心して飲めるっていうのがやっぱり一番の魅力かなと思います。あとは、まあ、味もすごいいいですし、まあ、種類がすごい多いっていうのがすごい魅力的だなと思って、やっぱりその同じ味ばっかり飲んでるとどうしてもやっぱ人間飽きちゃうんで、だから僕自身も2つ3つとかこう買ってローテーションするのは一番飽きずに長く飲み続けられるので、やっぱりその味の種類っていうか多いっていうのは本当に強みだなと思うので選ばせていただいてる理由ですね。味の豊富と言われる中でも、はい、その中でチカラさんが好きなトップ3ですね。はい、ぜひお願いいたします。僕が選ぶトップ3は、3位はといえばメロン、固メロンですね。第2位が抹茶のチャチャチャ、これがもう本当に玉露入りってね、ちっちゃい字で書いてあるんですけど、これがオートミールにも合うし、そのまま飲んでも美味しいので、すごい本当におすすめです。第1位はまるでジュースのヨーグルト、ヨーグルト味です。これはね、もうプロテインの概念を覆すような
もはやもうジュースですね。おすすめの飲み方とかあります？ヨーグルト飲んだことない人にまずは飲んでほしいかなって思いますね、はいはいはい、そういう人が飲んでもらうと、え、これプロテインみたいな、ヨーグルトのジュースやんみたいな感じで、ね、こう身近に感じれるのかなと、プロテインをね、はいはい、思うんで、そういう人に飲んでみてほしいかなとは思います。チカラさんも好きだということなので、ぜひ皆さん気になる方は概要欄から見てみてください、はい、長編なインタビューになりましたが、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、チカラさんは大阪の重曹のワイズフィットネスでパーソナルトレーニングもされているので、はい、日本チャンピオンのパーソナルを受けたいという方はですね、ぜひチカラさんのインスタグラム概要欄に貼りますので、そのインスタグラムから DM で依頼してみてください、はい、ビレジェンドもよかったらチャンネル登録お願いいたします。では今回のこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。